これ昨日 DVD いただいて見させていただいたんですけど、はい、ちゃんと言えてたから、はい、ちゃんと言えてたっていやちゃんと台本の漢字も読めたんやなと思って。いやいやそれ読めますよ。お前ただのアホやからな。苦労されたことっていうのは坂井さんありますか？いや僕はもう完全にセリフを覚えるというのがすごく大変で、はい、大変ですよね。もう本当に今の歌番組というのはカメラの向こうにモニターがあってちゃんと歌詞を出してくれるんですね、はい、だからなんかこう生放送でもやばいと思ったらこうカンペを見ながらできるんですけど、やっぱりそれにちょっと数年頼りすぎたのかなということで、はいはい、もう本当に子供たちの勉強じゃないですけど、そのセリフをもう自分で言ってても覚えられないので、こう夜中こう目が覚めちゃうんですよ。明日言えんのかな、もうだって目の前に松下由紀さんいるから迷惑かけられないなって言って、こうノートにずっとそのセリフを書いて覚えるっていう、そういうのは本当に久しぶりで。でも歌詞だって覚えなきゃいけないわけですよね。やっぱ違うものですか、はい、そのセリフっていうのは。全然違いますね。もう純烈明日 DVD 発売されるんですけど、その時コロナ禍で無観客でやったんですけど、一曲どうしても歌詞わからないっていうか、そういう曲があったんで全員歌詞カード見ながら歌うっていうそのぐらいも開き直ってやるグループなんですけど、さすがに台本見ながらそのままっていうのはドラマなんで、結構それぞれがちょっと長いところっていうか見せ場を作っていただいてる分、もうなんてことしてくれんねんと思いながら、ありがたいけど覚えなあかんっていうありましたね。今回のテーマっていうのが仲間を大切に思うことであったりとか、はい、友情っていうのが一つのテーマだったと思うんですけれども、子役の子に対して僕は長ゼリフでそういった、仲間というのはすごく大切なもので、一人じゃ、ね、乗り越えられないことでも仲間がいることによって、はい、それが乗り越えられたりとか、仲間に助けられたりとか、はい、そういった、いいこうセリフのシーンがあったんですけれども、やっぱり長いセリフだったので、リーダーと一緒に、はい、僕もノートに超書いて書く派なんですね。書いて覚えました。いやでもちゃんと俺昨日 DVD いただいて見させていただいたんですけど、はいはい、ちゃんと言えてたから、はい、ちゃんと言えてたっていやちゃんと台本の漢字も読めたんやなと思って。いやいやそれ読めますよ。お前ただのアホやからな。それはちゃんと携帯で調べましたからね、はい、漢字はね。そうですね、調べられますからね。ちゃんとできてましたよ、はい、ちょっと大事にそこはやらせていただきました、ね、皆さんもね、長ゼリフに行きたいと長ゼリフ的には、はい、僕は大変だったといえば長ゼリフ欲しかったですね。あ、なかったですか。僕はねそんなにないんです。あ、そうですか。自分の登場回でもそこまで長いセリフを言うことはなかったので、逆に長ゼリフちょっと欲しかったですね、はい、あ、確かにでも長ゼリフなかった感じですね。そうなんです、そうなんです、はい、なんとなく全体的にいろんなところでちょいちょいひょひょひょっとやってる感じなので、はい、だからちょっとそういう意味ではなんか、あ、そういう苦労があったんであればそういう苦労してみたかったなっていうのはちょっとありますけどね。だってもう初日さっきも言ってましたけど、はい、松下由紀さんと一番絡むシーンが多いです、はいはい、うちのリーダーが、はい、めっちゃ緊張してましたもん、うん、頭のシーンだってセリフ噛みまくっとったもんな。緊張するってやっぱり見とれ癖っていうのがあって、はい、私素晴らしい俳優さんになるともうわざと NG 出すぐらいじっと見てしまうんですよ。この距離でなかなか見られへんやろみたいな、自分のためにやるみたいなのがあったんですけど、はい、やっぱり初日は、はい、うわ松下由紀やいや、そう本物ですね。いやなりますよね。うもうだって有名人に会うために芸能界入ってんから。もう松下の由紀さんの あのおっぱいずっと見てましたから。やめなさい。リーダーそれも見ましたし、ずっと見てました。やっぱりこういうのも見ますけどね、やっぱりいろいろ見ますね。だから本当になんていうのかな、やっぱりこう勉強になりましたね。やっぱり僕ら俳優としてなかなかこう苦戦した状況で、はいはい、歌の世界グループを組んでじゃあ頑張って、逆にこうグループを組んだからまたドラマと巡り合えたらいいなっていう夢を持ってやってきたので、はい、やっぱりずっと売れてる人っていうのはすげえなってやっぱこうまじまじと思いました。そうですよね、はい、多分リアルに演じながらそういうこと本当に考えてたんですよ。本当に考えてた、はい、考えててセリフがなくなっちゃう、出てきて余計なことが入ってくるタイプで、はいはいはい、緊張するよね、はい、ね、全体通してありがたく苦労させていただいたんですけど、はい、ドラマってこう一個こうじゃこのシーンやったら、はいじゃあ角度変えてもう一回同じことやりますよみたいな、なんかえそうなのと思って一回やったら終わったと思ったらもう一回やりますもう一回やりますとかっていうのが、なんかなかなか歌だとね一回やったら基本的にもうそれで終わるんで、あ新しくて新鮮だなと思って、やっぱしかもよりなるべく同じことをやんなきゃいけないっていうのが
あ、同じこと同じタイミングで言えるかなみたいなことで毎回緊張しましたね。